ヴィンセント・ドノフリオはアメリカ合衆国の俳優である。ニューヨーク市ブルックリン出身。ブルックリンにてイタリア系の家系に生まれる。姉のエリザベスは女優。コロラド大学で学んでいたが、俳優になるために中退、ニューヨークで演技の勉強をする。アメリカンスタニスラフスキーシアターのメンバーになり、20日、ネズミと人間などの舞台に立つ。この頃、ブロードウェイの舞台にも立っている。 1987年、スタンリー・キューブリックのフルメタルジャケットに出演、一役注目を集める。彼はこの役のために 32kg 増量し、教官の仕ごきのために狂ってしまう新兵を演じている。しかし、この時に体重増加のために左膝を痛め、手術もした。以来、ティム・バートン監督のエドウッドでは、 映画監督のオーソン・ウェルズ、メイン・ブラックではエイリアンに、体の皮を奪われた、ノーフ、ザ・セルのサイコキラーなど、いろいろなジャンルの映画で、その都度違う顔を見せ、俳優として高い評価を得ている。映画界だけではなく、テレビ界でも、テレビシリーズ、ローオーダー、クリミナル・インテントのロバート・ゴーレン役で、高い評価を得ている。2010年には、初の監督作品、 Don't go in the woods を完成させた。1991年に女優のグレタス・カッキと結婚し1992年に娘が生まれたが2年後に別れている。1997年にオランダ人モデルと再婚し子供が2人いる。子供の一人であり娘のレイラ・ジョージは女優となり2020年に俳優のショーン・ペンと結婚した。二千十一年 ありがとうございます。